皆さんこんにちは、なりTVです。本日もまさかの2日連続の稲妻イレブンアーケードオールスターズ3弾の情報の、紹介動画になります。いや、びっくりしたね。まさか2日連続で本当に情報公開してくるとは思わなかったんで、しかも結構盛りだくさんの情報なんで、ちょっとね、この情報を共有みんなとしようかなと思って、今日もこの動画作ってます。で、今回は、みんなね、スマホなんかでも見れると思うんだけれども、一応、パソコンの方でホームページの方のコロコロオンラインの方に載った情報の方をちょっとチェック、みんなでちょっとね見ていきたいと思います。でね、まあ、さらにね、本当はこっちにねちょっとだけ見えるんだけど、稲妻イレブン SD こっちの方でもちょっとねさらに進展がありましたのでっていう話なんですが、とりあえず今ね最初にこちらの、オールスターズ3弾の激レアカードがね一挙公開とかってなってましたので、ちょっと見ていきたいと思います。じゃあいくよ。さあ、はい、これコロコロオンラインの方でもね結構毎回いろんな情報を出してくれるんですけれども、やっぱり今回ねやっぱり診断始まるまでに3ヶ月ぐらいかかるってことでね、皆さんお待ちかねみたいな感じですね。こうですね、もうおなんだこの並びは、このつながるカードだと皆さんね超金運図のこの3人思うところあると思うんですけれども、ちょっと見ていきましょう。はい、で、超金運図のメンバーが随分ラインナップされるっていうことが、判明しました。昨日の動画でも、主要メンバーっていうかは超金運図出るんだと思ってたんですけども、その主要メンバーっていうよりももうほぼ出るぞっていう感じですかね。ただ外国のね選手がクラリオとか以外が、クラリオ と、リハオ以外が出るのかどうかっていうのはちょっとまだ不透明なんですけれども、はい、まずゴッドハンドの、遠藤、さらにこちらですね、ダイヤモンドハンドの遠藤で、そしてゴーエンジのレアリティレアですね、レアにさらにスーパーレアで、さらに連携必殺技で稲妻ブレイク CG、 これなんだっけ、 CG の略ちょっと忘れちゃったんで、稲妻ブレイクコートなんとかだったっけかな、ちょっとごめんなさい忘れちゃったんで、でさらに、起動ね、さあ離脱してた軌道がね戻ってきてっていうことですね。でイリュージョンボールなんですけれども、まあ なぜかイリュージョンボールの、必殺必要エナジーの8っていうね、すごいよね。多分低いやつだと5ぐらいで打てると思うんですけれども、さらに、さらにゴッドノーズインパクトのアフロディで1星で、さっきね上の方で見た灰崎、でつながるカードですよねこれね。はい、そして一ノ瀬ってこうなるでしょ、ね、そしたら次は手不動かいみたいなね、ここがなぜか不動、ここに連続で来るかと思いきやね、不動、はい、そしてフロイでお待ちかねクラリオ でもこれつながるカードじゃないんで、はい、こちらですね、このクラリオで、このクラリオの、スーパーレアですね、スーパーレアのクラリオで使うことによってこのペルセウスオーブも打てるぞということですね。これが確かあれでしたよね、反撃ののろしを上げる最初の1点がペルセウスオーブだった気がします。で次リーハオでしょ、シューティングカットでこんな感じで、さらにこっちはねもうすでに発表されてるシューティングカットと、月光丸ですねの作家っていう形で、このようにすごくもうてんこ盛りで紹介されてます。ちょっと一枚一枚はねなかなか見ないですけれども、もうこれだけでねすげえワクワクが止まりません。でさらに、ちょっとねこれはもう非公開じゃないごめんごめん、まだね、公式の方がちゃんと正式に発表してないやつなんですけれども、一部ゲームセンターの方で、もう3段のように様変わりしてるらしいです。そして、そこにあってパネルとかそのカードでネタバレが行われてるみたいです。なんで分かったかっていうと、コメントいただいた昨日の動画のコメントで、なんか3段ではみたいな、クリスマスバレンタインっていうねコメントいただいて、僕もえ何それと思ってちょっと調べたら、ちょうどねツイッターの方でフォローしてる方がリツイートしていたのがちょうどまさにありまして、ちょっとね今ここではちょっとやっぱりね公式さんがまだちゃんと言ってはいないので画像は出せませんが、ちょっとねめっちゃ楽しみな感じでした。俺見た感じやばいと思いました。でちょっとやっぱり収集もしたくなっちゃうような、感じのクリスマスバージョン、バレンタインバージョンの、人気キャラがいましたってことで、そこら辺を、なんだ稼働日当日はね中心に動画にしていくと思うんですけれども、何から出そうね。必殺技、やっぱりうちの動画って言えば必殺技
をメインでやってるんで、必殺技もいいですし、その多分おそらく、コスプレしてるキャラクターのカードはおそらくそのまま登場してくれると思いますので、あのアストくんのね、あのコナンアストみたいな感じでいけるんで、それめっちゃ楽しみです。さあ当日はね、いろいろと動画出すと思いますので楽しみにしていてください。こんな感じで今日も紹介動画作っちゃいました。でさらにこちら SD、 こちらね、あのこっちまたちょっと後にしよっか、上旬配信予定、まあちょっと上旬っていうよりは上旬中旬下旬っていうくくりじゃなくて、上旬下旬って言えば、まあ上旬15日半分までっていう風に、まあね、ちょっと広い気持ちで思えば15日までに行けるんじゃないかなって、あと1週間ですかね、もしかしたら来るんじゃないかなというふうに思ってます。あのまだこのホームページの方でね、上旬のまま、やってますので、そして昨日ね、こちらの方で事前登録受け付けますよっていうね、あのツイッターですかね、まあ、ここにもあるんですけれども、この、これでですね、事前登録っていうので5万人突破で S ランク、最高ランクの S ランクの起動プレゼントみたいなね、ライモン12ですね、こんな感じになってます。まあこれはちょっとまた、他の動画にするかもしれません。ちょっともうてんこ盛りすぎて、稲妻イレブンがちょっともう処理しきれないこの一つの一回の動画ではっていう感じで、とりあえず今回はね、オールスターズの方でこう紹介しました。よかったらね、あのどう、うん、コロコロコミック、コロコロオンラインの方も皆さんもちょっと覗いてみてください。さらにね、詳しくアビリティなんかも書いてると思いますので、さあ楽しみですね。よし、そんな感じで今日の動画終わります。誰かここにね、誰か突っ込んでほしかったら、誰もねこうコメントくれなくて、こういいんだよこれ、突っ込んでくれて、こういうのちょっと今日はもうあの2体と2人にしてるんですけれども、こういうのも突っ込んでいただいて、ちょこちょこね、そういうことをたまにすることあるんで、ぜひぜひよろしくお願いします。では今日の動画はここら辺で終わりにしますので、次今日夕方か夜かそこら辺に出す動画は、一応結構俺的にあのナリ TV の調整入れた稲妻ブレイク2連発っていうのを、出しますので、予定です、予定、あくまで予定だけど、それもよかったら見てください。それじゃあまたね、バイバーイ。